落ち武者が、落ち武者も募金するのね、心優しい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。お、今ハートマークで撮ったよ。え、ま、なんか怒りよんやけど。あさみさん、あさみさんやん。お、ということは、はあ、誰ですか相手は。久々じゃない？ちょっと。実は。お、ゆうとさんやん。のことが好きです。マジで？え、ゆうとさんって相手おらんかったよね。え、おらんかったよね、多分。よし、行こう、頑張ろう。どんな感じで告白したらいいですか？ね。お、これ始まって早々ちょっと、行けたらいいよね。可愛く行ってみよう。告白する場所は、どこがいいでしょうか？場所は、音楽堂。屋上、公園、教室。音楽堂行こう。その前に、着替えた方がいいですかね。今すごいおしゃれなファッションしとるけん、このままでいいよ。わかりました。では、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。さあ、来る？ああ、よし、よかった。お、二人とも帽子かぶっとる。きっと二人ともおしゃれ大好きなんやね。気が合いそう。なるつもりじゃなかったけど、もう、遅いみたい。はあ、かわいい。どう彼女にしてほしいな。かわいいやん、ちょっと。ゆうとさん、いいよ。ごめんなさい。マジで？マジで？ちょっとそのあさみさんの引っ込みのつかん手が。で、え、リベンジはリベンジ。リベンジ行こう、リベンジ。ほらほら。いや、まだ大丈夫、いけるよ。きっといけるよ。振られちゃいました。行かないの？リベンジ行かないんすか？マジで？絶対いいと思うのになぁ。ねえ、あさみさんとゆうとさん。そうなのか。ん、これは。マジか、ねむちゃん喧嘩の相手、あすむか。いや、きっとあすむが悪いんだわ、それは。まあ、とりあえず、仲直りさせようか。入るよ。もう理由を聞かなくてもわかる。きっとアスムが悪い。僕だって腹も立てますの。いや、意外ではないけど。何も意外ではないけど。ほら、とりあえず、ぜんざいでも。いただきます。リアルのアスムはぜんざいとか食べんけどね。どう？まあまあ美味しかった。微妙やんね。めっちゃ微妙やんね。じゃあ、トマトジュース。まあ、リアルナースのトマトジュースとか飲まんけどね。もうなんか絶対口にせんようなもんばっかり渡すやつ。またまあまあなの。なるほどね。じゃあちょっと、お風呂にでも入って、ね、ゆったりしよう。いや、オルゴールでもいっか。はい。ちょっと聞いてみてもいいですか？どうぞどうぞ。もうなんか、その髪型でアップにならないでいただきたい。めちゃくちゃ、全然集中できない音に。穏やかな気持ちになりますね。そう、慣れたんならいい。よかったよ。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、許してくれるかな？なんか、ね、振り向いてこんな頭の人がおったらめっちゃビビるけどね。超ビビるけどね。この間はごめんなさい。と、許してあげて。こちらこそごめんなさい。ああ、よかった。よかったね。許されたよ。絶対ダメやと思ったけど。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。お礼にこれもあげます。実用品、ブランコをもらいました。ありがとう。困っている友達も、ほっとくなんてできません。お、なんかそういう優しい一面を。ね、こんな、怒ってるくせに。何しようかと思った。頭かき寄るだけ。はい、それじゃあ、レイさん、入るよ。紹介とかじゃないでしょうか。ね。あゆなのそっくりさん、1ヶ月ぶりですね。お久しぶりです。いったくんとは、仲がいいですか？お、紹介や！やった！やった！え、ミラさん、マジで？いいやん、いいやん、いいやん。
いいと思うよ。うん、それではもちろん。二人も合わせてみます。お、これはどうかな。いい感じになるといいんやけどな。とりあえず出だしは好調。第一印象はいい感じやね。さあこの後、お、大丈夫そうよ。順調順調。これはちょっと今回の紹介うまくいくんじゃないでしょうか。てかどういう基準でこう紹介する二人を決めようかな、みんな。何かしら基準があると思うんやけどね。なんかこうお互いに言い寄ったタイプが合っとるみたいな。これは、今日はありがとう。よかったんじゃないの？こちらこそありがとう。ダメなの？マジか。絶対いけたと思ったんだけどな。とりあえず友達から。マジで合わなかったの？え、楽しそうだったじゃないか。もらったラケットで壁打ちもしてみました。あらかな、二人ともちょっと紹介してくれた人に気を使うタイプやったんかな。はい、お刺身でもどうぞ。いただきます。うんうん、さあどう？すごく美味しかった。よかったよかった。まあね、ちょっと今回紹介はうまくいかんかったけど、そんなに気を落とさず。はい、それじゃあ、体重計。はい、どうぞ。道具、体重計をプレゼントしました。そんな片足だけで乗ったって変わらないから。どんな乗り方しても変わらないから重さは。さあそれじゃあ、ちょ、一軒家の方ないかな。あ、友達マークあるやん。小犬さんとキャンディーさん。あ、いいねいいね。あ、てか二人とも和服なんやね。いいやん、和服で過ごす夫婦なわけね。子供は違うみたいやけど。どうもです。どうもです。どうもどうも。わかめと友達になりたいです。わかめちゃん。いいね、いいね。はい、紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？わかめちゃんは、真面目な話してこう。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。さあどうかな、仲良くなれるかな。もっとこう恋愛的な動きがあっていただきたいんやけどね。いや、最初のあさみさんちょっとうまくいってほしかった。せっかくのハートマークが。せっかくのハートマークやったのに。お、いいね、友達の輪が。友達の輪が広がっていけば広がっていくほど、こうね、なんていうん、紹介だとか恋愛だとかそういうのも広がっていくはずやけんね。お金で友達になれました。うんうんうん。お礼にこれをあげます。ほいほい、なんでしょう。実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。誰かとおしゃべりしたい気分です。じゃあさっき友達になったばっかりのわかめちゃんとでもお話ししてきなよ。はい、エビチリどうぞ。いただきます。ほいほい。さあどうすか。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。レベルアップ。それじゃあ服、もう早速和服じゃなくなるけど。革ジャン、男物の浴衣。あ、でも浴衣やったら、はい、今着物やけんね。さあどうでしょう。いつもいいね、いいね。ちょっと柄がプラスされて明るくなった。私からの何柄？トンボ？お、お宝、金貨をもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあ。もうあとマークはないね。お、友達マーク増えとる。さてさて、見ていきましょうか。お、ミラさん、入るよ。もしかしてさっきのあの紹介のことを気にしてる？どうもです。どうもです。
どうしてレイアールは私と TINO124 を付き合わせようとしたんでしょうか。いや、それはやっぱり二人がね、合うんじゃないかなと思ったんだ。そうなんですか。うんうん、そんなこと言われたら気になるじゃないですか。これさ、そんなこと言われたら気になるじゃないですかからの恋人って今までないと思うんやけど、なんか多少印象変わりよんかな、あの返事で。全くわからない。はい、それじゃあドリアンでもどうぞ。いただきます。ほいほい。さあ、どうすか。あんまり美味しくなかった。まあしょうがない。しょうがない。ドリアン食べたことないけんどんな感じかよくわからんけれど、はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。じゃんじゃん、落ち武者が、落ち武者も募金するのね、心優しい。今日は 27,100円集まりました。ありがとう。はい、そして今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので聞いていきたいと思います。さあ、今回はグループで、はい、歌は ASM、 これ多分アユナ、セザキング、ミネットで ASM。 私最初アスムかと思った。読み方で、実況者、ラップの曲ね。3人の実況者で歌を歌っていきます。いいね、ミネットさん似合っとるよ。久々にドグーマンじゃないけんね。YouTuber って本当に忙しすぎね、大変だね。編集仕事このように水もあるけれど、それでも頑張る、運転しててね。いいね。いいね。なんかヘッドホンとかってさ、結構なんかね、外でもつけとる人とかおるけど、私断然なんか、なんやろ、こうおしゃれとしてそういうものをつけ、もう音楽を聴くものとしか思ってないけん、ヘッドホンとかで目立つようなものはつけんのよね。全然断然イヤホン派です。はい、それじゃあミーニュース見てこう。4時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。意外なところから忘れ去られた意外なものが発見されました。 何が発見されたの。今朝早くヨッシー自宅の冷蔵庫から5年前の賞味期限シールの付いた5年前はちょっとあれやけど、もんじゃ焼きが発見されました。賞味期限シールのついたもんじゃ焼き、賞味期限シール袋に入ってきたってこと。日付がちょうど5年前の今日だった。どんだけ眠らせてるの、冷蔵庫の中で。入れない様子でした。定期的に整理しよう。てか、こんだけガラガラの冷蔵庫の中によく5年前のやつあったね。埋もれとったわけでもないやん。この時代に生まれたことに感謝します。そんな奇跡的な。え、ちゃんと内容聞いてた、はい、嬉しいニュースじゃないんだよ別に。それなんか本人は興奮しとったみたいやけど。みんなの感想もおかしいよ。さあ、それじゃあ、あさみさんリベンジすればいいのにな。しないのか。しないのか。さあ、それじゃあヒロさん入るよ。あゆなのそっくりさん、来てくれてありがとうございます。ほいほい。悩んでいる時に使う言葉を教えてください。悩んでる時の言葉、ね、悩んでる時の言葉ね。はい、どうしよう。はい、どうしよう。いいですか。いいよいいよ。はい、わかりました。ふんふんふん。旅人も見かけると応援したくなります。もうめっちゃ応援して、もめっちゃ支援してあげて。はい、唐揚げでもどうぞ。いただきます。食べ物とかもね、どんどん分け与えていってあげて。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。はい、そしてあずちゃん入るよ。
あゆなのそっくりさん、ずいぶんご無沙汰ですね。お久しぶりです。せつなさんとはうまくいってるかい？変顔も練習したので見てくれますか？もうめちゃくちゃ見るよめちゃくちゃ見るよ。かわいい。なんか、目の縦幅がめっちゃ増えた楽しんでもらえて何よりです。てか、みんな何なの？なんでそんな変顔の練習とかしてるの？あれかな、年末の忘年会とかでやらされるんかな実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。どこか遠くへ行きたいです。なんで？何か嫌なことでもあった？病んでないよね、大丈夫ちょっと心配なんだけど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ねえ、せっかくハートマークが出たのにな出たのにな、うまくいかなかったか、リベンジしてほしかった